八木山は南風がだいぶ強くなってきていますので室内からお伝えいたします。今朝早くまで晴れていた宮城県内ですけれども、だんだんと雲が増えてきまして、蔵王町のトッシーさんの写真、午前7時前でですね、羊雲がびっしりと広がっていました。この後はさらに天気下り坂で、今日夕方以降はこちらの前線が通過していく影響で広い範囲で雨となりそうです。前線通過する前は暖かな空気が流れ込むんですが、夕方以降は冷たい西寄りの風が強まってきまして、気温が大きく下がってくるでしょう。気温変化に注意してください。